めといてくださいって、パッて上げたら当たるんです。なんでここを狙う、狙いはこっちなの、対角線を狙う。でここをちゃんと締めとる。でなんかこの手がここ見えなくなって、これで隠れるんで、はい、なんでこっちの方をあの狙ったんです。そうすると右手もちゃんとここにある、ここにあればこれが隠れます。だからここにあるとこうやっても見えます。そういうのもあって、ちゃんとそうやってやって、狙いはここ、狙いはジャブ、でなるべく上の方を打ってます。上の方を打つと僕の手上がります。防御するときに下の方を打ってくれるとジャブ、この辺だから払われますよね。でここら辺がパーンって払われちゃうから、上の方を打つと手上がるんです。そうすると障害物になるんで、そうするとその右手また打てる。でこのそう足が今いい位置になってるけど、そこの足の位置やったら右ストレートがすぐこうストーンと出せるんですよ。でそれが足重ねてください。この足こうやってそう重ねてる状態だとストレートが打ちづらくないです。それもあるので、その右足を外、はい、うん、置いてほしいって話なんです。でジャンプ打つときに上の方を打つ。でそれだと手だけしか届かないので、足と一緒にジャンプをそう出すと、あ、置いてください最初から。そうで出すと奥にしておいて隠れました。右足と一緒にストレートを出した分だけこの追ってくる。そうってやると届きます。はい、なので最初足届かないところから足でジャンプ、足ですとこれですね。そうで場所取った右足を持ってきながら打つことが、はい、このままじゃ届かんすよね。このまま届かんから1、2やと届くじゃないですか。はい、そうなんです。で右は喉元になったんです。首元とこの辺、胸元。なんでかって言ったら、顎引くんで、うまければうまい方が顎引くんですよ。グローブつけてたら顎に当たるんです。で、顔狙うと顎引いたら頭が痛い。ここやられて手痛いんで。だから、胸元とか喉元狙ったんです。狙うな。ジャブは上の方。そう、足と一緒。足と一緒。そう。で、今場所取った。右足と一緒に。胸元。そう、それ以外今回してたけど届かないんで、前に。そう。で、届きます。はい。そう。ジャブでバンで、そう持ってくる。でこれはあんまり持ってくると足重なっちゃうから、軽くでほんのちっちゃいでいいんですよ。これ要はこうってやると動いてるんですよ、足で。これだと届かないんで、はい、微妙に足ってやると届く。はい、グローブつけたら完全に当たる。はい、そういうことです。なんで左手を上の方です。こっちそうで、右手がここ開いちゃう、ここに取っておく。で右足を前にこうそうってやると当たります。なんでこの要は、左ジャブもう一回足出してください。それをもっとこういう感じにしたいんです。体の向きをこういう向きにしたいのかな。そうってやるとお腹今決まったんで、腹を回す感じです。それでやるとどうする、足出ないですか。今出ましたね。はい、そうです。その体勢を作るために出してでやると隠れるし、はい、なんでジャブで体勢作るために足出して、でここを中に入れておいてお腹切る。そう。今のがワンツー。